はいどうも、本日も鷹の祭典よろしくお願いします。ミストです。はい、本日はですね、今年の826パワープロの日のガチャで当たりになりそうなキャラを10体ほどまとめてまいりましたので、そちらをですね皆様と一緒に見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ大筒佐伯がもうとんでもないくらい強いという中で、そしたら826のガチャどうなっちゃうのという中でですね、まあ目玉キャラの性能はね全くわからないので置いておいて、それ以外のキャラでまあ今のところね、強キャラと言われているキャラ、ラインナップしそうなキャラをまあ予想しつつ、まあ、本当に826ガチャは今年もね無事豪華になるのかというのをね、皆さんと共有していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということでまずは超大当たりの5体をですね、はい、出してみました。まずはね、はい、南極ワーちゃんですね。メンタル型の後イベということでですね、まあ、もうこの得意練習の組み合わせがずるいですね。はい、本当に強いです。はい、覚醒もしておりまして、守備補給上限、はい、初期評価は70とそこそこで、得意練習アップ 20% にね、練習効果アップを 20%、 50で技術ボーナス12が付与されるというね、はい、まあ鬼畜テーブルなんですけども、まあその中でも大津高校とまあ十分ね性能が見合ってるということで、まあ今必須テンプレのねデッキで使ってらっしゃる方がまあ多く見受けられておりますという中で、まあ今ねなんか大津高校の応援ガチャみたいな来てますけども、まあそれでも入れてほしいキャラの一人ですね。うん、まあ86のね目玉キャラが加わったとしても全然現役でいる可能性高いので、まあこのわーちゃんはまあゼガヒでもゲットしたい、うん、まあ選択ガチャ券とかにもね入ってくれると思いますので、まあ解放がねちょっと50前提っていうのがあるんですが、まあ最低でも45ね練習効果アップに 10% がつく、うん、なんですが、まあ、持っておくと大津高校では、非常に強力な、立場にいるということでですね、うん、まあ大当たりの一人かなというふうに思っております。はい、で次がまあ最初兵器にジタニですね。はい、変化球速後イベ、まあ、覚醒でコントロール上限プラス4、タックボーナス 40%、 球速上限と、まあ、コントロール上限の、2種上限ですね。はい、で、初期評価も75度高く、もうめちゃくちゃ強いテーブルしてますね。はい、練習効果 30%、 得意練習アップ、技術ボーナス、精神ボーナス、はい、で唯一無二の思考のスターターがね取れるということでですね、まあ、今の投手育成においてはもうド必須、マジのもういなきゃいけない存在ですので、うん、まあ、ちょっとサイキッカー投手がまあね、あんまり好きじゃないという方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、今後のね、まあ、秋頃に来るであろう投手強化とかでは絶対使うと思いますんでね、うん、まあ持っておいて損はないかなというところで、まあ最終的に自体に、うん、まあ投手の中では一番の大当たりかなというふうに思っております。はい、で次がお姉さんの秘密兵器サリーですね。はい、コントロールの前イベ、コントロール上限プラス4、スタミナ上限プラス2の2種上限持っております。はい、でまあサリーさんに関しては、まあ、テーブルは別にそんなでもないんですよ、うん、強いのはここサポートデッキに入れた時ですね。はい、コントロール練習改革変化と、サポート海岸最大回数3が、ついておりますので、うん、まあ、今や投手のサポートデッキに必須になっております。はい、まあサリさんいないと始まんないまでありますからね、うん、前ちょろっと復刻したんだっけな。はい、まあ、ただまだまだね難民の方いらっしゃると思いますので、うん、まあゲットできたらね、まあ、投資サクセスがより一層はかどると思いますので、はい、まあ大当たり枠とさせていただきました。虹谷とコンボで大回復あるのも強いですね。はい、あれ次は大筒のね、
必須の2人ですね。まずは6番、はい、前部の筋力走塁でパワー走力上限初期評価8周と高くて筋力ボーナス特盛のテーブルですね。これで練習効果アップと精神ボーナスを持てるということでね、うん、まあ、若干ね練習効果アップがこれ多分 10% か 20% かわかんないんですけどもの物足りなさはありますけども、まあもう得意練習の組み合わせがもう完璧ですね。筋力走塁で不足しやすい筋力ボーナス、はい、特盛で持ってくれてますので、まあめちゃくちゃね今使いやすいキャラとなっております。うん、結局筋力不足に格闘集客は100マックスにできるけど調整力がね上げらんないっていうのがよくありますので、うん、やっぱこの六馬くんはまあ現状必須かなというふうに思ってます。はい、まあ筋力のマイベのキャラでも代用できるんですけども、まあ少ないんですよね。うん、そこにだからちょっと826の目玉キャラが入ってきてほしいなというふうに思っております。はい、次佐々木ちゃんですね。はい、守備型の後指、はい、守備上限がプラス6ですね。初強化も、まあ、PSR だと80とね高いですね。うん、で欲しいテーブルを持っております。得意連鎖も 30%、 50で練習効果 30% ですね。はい、固有で技術ボーナス敏捷ボーナスを持ってるよという感じでございます。うん、まあ、佐々木ちゃんはまあずっとテンプレでいてくれるんじゃないかな。うん、まあ少なくとも大筒の終盤くらいまでは生き残ってると思います。はい、でまあ再起とコンボがあってね、お互いに評価も上げられるっていうのも強いですね。はい、なんで、まあ、まあ佐々木ちゃんはね、はい、まあ当然の当たり枠といってまあ、文句はないでしょう。はい、次は普通の当たり枠ですね。まずは白金、はい、まあ逃走逃走のね強化期間終了間際に来たキャラですけどもね、スタミナ休息の前上、休息上限プラス1とスタミナ上限プラス6持っております。はい、で初期評価はそこそこ、練習効果 30%、 スタミナ練習改革と筋力ボーナス持っております。はい、で骨イベントボーナスと、まあ、骨イベント率アップが特盛のね、まあサイキッカー候補に適したテーブルをしてますよという感じでございます。はい、まあ金徳も、うん、まあ無難に強いかなといったところで、まあこの白金も将来的にはまあサポートで使えるんじゃないかな。はい、もうサポート枠にはサイリさんと白金色入れておけば、コントロール練習改革スタミナ練習改革埋めつつも、うん、まあやりくりしやすいデッキが組めると思いますので、うん、まあ白金もメインでも強いんですが、まあ将来性で言うとサポートという枠で考えたら、まあ、持っておいて損はないかな。まあ常設キャラなんで、まあ別にいつでもゲットできるっていう考えでもあるんですけどね。はい、でまあ次はルーカスですね。はい、まあサイキッカー環境なんで今一応ね、入れさせていただきました。はい、スタミナ条件プラス8でも覚醒でちょっとね大化けしたんですよねつい最近。はい、なんかもうとんでもないもうやけくそ覚醒をした感じですけどもね。はい、まあ投手育成においては、うん、まあ球速鍛錬二刀流で球速だけっていう感じですけども、ここですね、球界のこちらには不屈の魂プラス友情特殊能力が取れますので、はい、まあそれがまあ評価できる点かなというふうに思っております。うん、なんだかんだ持ってる査定は高いですね。スタミナ131でもしやすいですし、はい、というところで、うん、なんかもうサイキッカーちょっと強化入れてもいいまであると思うんですけどね。はい、まあ、それが入ったらちょっとガチでやりたいななんていうふうにも思ってますが、まあ、そんなこと言ってたら投手強化がすぐに来そうって感じですね。はい、次はダイナミックアレフトですね。はい、大筋力の前イベで覚醒練習効果 30%、 ミート上限がプラス4ついて肩上限プラス2を持っていて初強化若干低いですね。ただ得意練習アップが 20% あります。こういうでもねあるので、うん、まあオールツーの適正自体はめちゃくちゃ高い、初期評価以外はめちゃくちゃ高いかなと。うん、でアーティストまで取れますからね。はい、現状まあ私はメインで結構使ってますけども、うん、まあ6番と比べるとちょっとね、見劣りしちゃうので、まあ2番手みたいな感じですかね。
うん、まあ、ただ826のキャラ次第では全然ね出番があるかもしれないんでね、うん、826のキャラがアーティストとか持ってきて筋力練習持ってたら完全にね、出番交代ですけども、うん、まあ一応現状では当たり枠とさせていただきます。はい、でまあ次がイーノくんですね。はい、大筋力のまあエイベ。はい、でまあ彼に関してはメインで使っていくというよりかはこのサポート経験点上限1300ですね。はい、これを持ちつつ上限が優秀なんですよね、ミートとパワー上限というところでね。うん、なんでまあサポート枠一番手という意味では一応当たり枠になるかなというふうに思っております。でワンチャン、うん、打撃筋力でね、得意練習アップもあって、まあ、練習効果アップもあって、うん、初級感も高くて悪くはないのでメインに入る可能性もあるんですが、競技が柔道部なんですよね。うん、だそこがあってね、あんまりちょっとうーんっていう感じではあります。はい、最後、かぐやということでね、スタミナ走塁の二刀流、スタミナ上限プラスタッチ、走力上限プラスタッチ。はい。まあ、かぐやも、今現状はサポート枠ですね。走塁練習改革。はい。埋めつつ、走力上限プラス8漏れますんでね、走力111以上にしやすいっていうのが、うん、いい感じですね。で、後イベなので、スカート対象になりますので、スカートした際にコネクションをもらえるっていうのも、まあ、いいかなというふうに思っております。はい。まあ、かぐや、もう別バージョンとか全然ね、今後出そうなんで、持っておいて損はないかなというふうに思っております。はい。まあ、これくらいですかね、現状。他にね、こいつ当たりなんじゃないかなっていうキャラね、もしいらっしゃいましたらコメント欄にぜひ書いていってください。また、もう約2週間、3週間後かになりましたけども、もう1体くらい新キャラも来るかもしれないんでね、はい、まあ、それが来てどうなるかっていうのもありますからね。はい、まあ、86までね、まあ大須再起とね、共にひとまず大津高校ね UC ランク目指してね、皆さん頑張っていきましょうという感じで今回の動画終わりたいと思います。チャンネル登録したいという方はぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼します。 See you。